氷川きよしを紅白の目玉に確定と川内天使氏断言。1年八ヶ月ぶりコンサートで新旧曲を熱唱。氷川きよしシ46が2022年末の NHK 紅白歌合戦を最後に歌手活動を休止して以来、充電期間を経て1年八ヶ月ぶりとなるコンサートを17日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで開催。 久しぶりのステージにファンは歓喜の声を上げた。氷川清に根強い復帰待望論1年以上露出ゼロでも過去6アルバムリリースで注目。ステージに登場した氷川は休養前より短いボブヘアに黒のキラキラ塩尾服で登場。スキニーパンツにヒールで恋愛突破かけるサバイバーを披露したかと思えば、袴姿でキのズンどこぶしも熱唱。 これまでのヒ川ワキヨを封印するのでもなく、キーナ、キーナに生まれ変わるわけでもなく、すべて自分とコメントした。休養前の、清ヨ君は卒業、発言に、演歌は封印するのでは、と心配しているファンも多かっただけに、SNS には、アドの声も。芸能リポーターの川内天使氏がこう言う。事務所も独立し、反発する必要がなくなって、 シンプルになった印象。表情もすがすがしく、休養期間がいい効果をもたらしている。言葉にしにくいジェンダーの問題も、氷川さんがステージにいるだけで表現でき、氷川さんらしさをファンも社会も望んでいる。復帰は追い風しかない状態です。10月からは全国劇場コンサートツアー、クリスマスディナーショーと精力的に展開。 気になるのは年末の紅白である。パリ五輪も終わり、紅白含め注目が集まるタイミングで復活するあたり、セルフプロデュースにも長けている。ご自身も自覚されていますが、氷川さんは演歌界の宝で、多様性の象徴としても影響力は大きい。NHK としては紅白の目玉確定でしょう。氷川らしさの価値はうなぎ登り。 価値に気づかなかった全事務所の残念度たるや、逃がした魚は大きすぎる。氷川きよしの紅白復帰に期待が集まる中、本人と競合しそうなのは演歌界の第七世代。関連記事、もっと読む第七世代。石鹸の若手演歌界は戦国時代突入で紅白狙い腰たん新ヒカワキヨシ,タンタンシも戦々恐々。では、その顔ぶれを報じている。